さん、こんばんは。アカシアング・ハズラ・ラハムです。レッツ・ヤクニチャン・モサガツァ。皆さん、お元気ですか？はい。アリカティ・リッバヨ、ヤニラ・アリカティ・テクニカル・プログラムに行い。遅くなってすみません。皆さん、今日もよろしくお願いします。はい。アザ・クランス・マチアン・ミキキ・チョンバネ。皆さん、今日は何曜日ですか？そして何年何月何日ですか？今日は金曜日です。そして2022年4月8日です。はい、皆さん今日もよろしくお願いします。はい、これから始めましょうか？皆さん準備はいいですか？Preparation takes a while, as you know. はい、ハムロチライブクラスコアザティルサティオンディングクラスをアザチャミ第8課の練習 A と練習 B を一緒に勉強したいと思います。練習 A と練習 B は見えているでしょう。テシグリグ、クネプリンレッスンにしたらごめんなさい。それのするま、グイ、ボキャブリアのラ、テスプチグラマルラ、練習後のように、そちらをお願いします。はい、皆さん、始めましょうか。はい。これから始めましょう。はい、今日は練習です。練習。第8課の練習です。はい、1番。ハミリア、第8課は別に、アジェクティブを入れちゃうけど、形容詞だ。形容詞をタイプするけど、コストンザ、形容詞は、ユーズに、クエスチョンがフォーマル、アミリアを入れちゃうけど。はい、皆さん。どうですか？ここはどこですか？東京ですね。東京はどうですか？皆さん見てください。東京はどうですか？例えば、レジアバサクソンアフィリトライガルのサイボナナライ。東京はどうですか？まず、自分で絵を見て文章を作ってください。そうですね。それまずアフィリエレラキチ、キキチゴールのサギンザ、キキボナのサギンザ、それを作ってください。それが大事です。はい、皆さん、コメントしてくださいね。ですぐにコメントがあるのではなく、チャットがあるのではなく、たぶん、できるだけ漢字も使ってください。悪く漢字をループに、ユーズがあるのは。はい、皆さん、大丈夫ですね。東京はどうですか？皆さん、東京は静かですか？東京はどうですか？東京は賑やかです。見てください。東京は賑やかですね。静かじゃありません。東京は賑やかです。はい、大丈夫ですね。東京は賑やかです。はい、次。この人はどうですか？皆さん。この街は賑やかです。東京は賑やかです。はい、この人はどうですか？皆さん、この人はどうですか？この人はハンサムです。この人はハンサムですね。皆さんどうですか？例えばケラクさん、ハンサムですね。この人はハンサムです。はい、次。はい、見てください。皆さん、何ですか？これは。日本料理の巻き寿司。寿司ですね。はい、皆さん、日本料理はどうですか？日本料理はどうですか？日本料理はどうですか？日本料理は美味しいです。日本料理は美味しいです。昨日、カトマンズに行って、日本料理を食べました。日本料理ですね。あ、ビカルさん、日本料理はどうですか？日本料理は美味しいです。皆さんも食べてくださいね。はい、次進みます。アバミ、ネガティブボナオネザワイ。アメネガティブボナオネバニエリサキュン。はい、皆さん、綺麗ですか？あなたはありがとうございます。
綺麗ですか？皆さん、見てください。ナイアジェクティブ、イアジェクティブ、頭入れね、ビチャルガレラ。かすり、テラネグリブロに作ってください。綺麗ですか？綺麗ですか？皆さん。綺麗ですか？綺麗じゃありません。綺麗じゃありません。昨日ね、4つに、ナイアジェクティブを選ぶに、今エンディングを選ぶに、ナイアジェクティブを例外を、4つに、はい、綺麗じゃありません。はい、次。この人はどうですか、皆さん。元気ですか？この人、元気ですか？この人は元気ですか、皆さん。元気じゃありません。元気じゃありません。元気じゃありません。はい、次進みます。皆さん見てください。このところは、賑やかですか？賑やかですか？賑やかですか？賑やかじゃありません。賑やかじゃありません。静かですね。賑やかじゃありません。はい、次進みます。ユジナイアジェクティブ、きれいです。きれいじゃありません。元気です。元気ではありません。あとは、じゃありません。じゃありませんとではありません。こちら、では、マルミリコスリーフォラクトトンダウンチャムね。じゃありません。マルミリコジュール、あとは、スピーキングマユズンチャムね。ではありません。ぜ、ライティングマユズンチャム。元気です。元気じゃありません。元気ではありません。にぎやかです。にぎやかじゃありません。にぎやかではありません。はい、次進みます。はい、これから、いいアジェクティブですね。見てください。皆さん、その、気分してらほら、ほら、ほら、気分させられるで。はい、高いですか？見てください、皆さん。高いですか？高いですか？はい。高くないです。高くないです。高くないです。はい。いやじきまち、いやだいらくないじょりんちゃい。はい、次。皆さん、おいしいですか？おいしいですか？おいしいですか？おいしくないです。おいしくないですね。おいしくないです。なんか、おいしくないような、顔してますね。はい、美味しくないです。はい、次。見てください、皆さん。面接マ、インタビューかベラマ、手すりぼしろぬぼこざい。足を組んで座ってますね。足を組むごにごつい、くたぼさるの、手すりぼさるのやな。あと、こすきはねたね。くた、ボサルのテセリユズノエレボシレゴツニエサジアシオクモモツァイナエセリボスのツェイいいですか？いいですか？皆さんどう思いますか？コストラクスタバルねいいですか？よくないです。よくないです。これは失礼です。マナーが悪いです。うん、これはダメですよ。皆さんよくないですね。よくないです。いいこうネガティブツェイよくないんじゃアンビアガリプリモニサギョン。はい、次進みます。高いです。高くないです。美味しいです。美味しくないです。いいです。良くないです。はい、ここまで大丈夫ですね。皆さん。はい、次進みます。はい、皆さん。じゃあ、この町はどんな町ですか？バクタープールはどんな町ですか？どんなところですか？どんな町ですか？バクタープールはどんな町ですか？皆さん。はい、皆さん。バクタープールはどんな町ですか？バクタープールってコスト町よ。はい、これから日本語で考えてください。バクタープールはどんな町ですか？はい、
次進みます。バッダプールは古い町ですね。バッダプールは古い町です。はい、次進みます。あ、皆さんごめんなさいね。悪口見せてくれずメリオファイレイボノだけり。はい、ヘリさんはどんな人ですか。皆さん見てください。ヘリさんはどんな人ですか。ヘリさんはどんな人ですか。皆さん、ヘリさんレジシルチョルディレイゴザイ、見てください。皆さん、ヘリさんはどんな人ですか。ヘリさんは親切な人ですね。ヘリさんは親切な人です。はい、そうです。皆さんもこういう風に譲りますか。シッチョルディのザズラレバリ。はい、ヘリさんは親切な人です。親切な人です。はい、次進みます。はい、そしてここは奈良公園ですね。奈良公園です。奈良はどんな町ですか。あとは奈良公園はどんな公園ですか。奈良はどんな町ですか。奈良公園はどんな公園ですか。奈良公園は静かな公園です。奈良は静かな町ですですね。はい、こういうふうにできればいいです。はい、次進みます。サントスさんはどうですか。皆さん、サントスさんはどんな人ですか。サントスさんはどんな人ですか。見てください。皆さん、絵を見てください。サントスさんはどんな人ですか。はい、サントスさんは元気な人ですね。サントスさんは元気な人です。はい、そうです。はい、次進みます。はい、皆さん、富士山はどんな山ですか。富士山はどんな山ですか。富士山は高いですね。富士山はどうですか。富士山は高いです。富士山は高いです。サントスさんは元気です。ヘリさんは親切です。サントスさんは元気です。富士山は高いです。はい、次進みます。はい、皆さん、これからまたネガティブにしてください。変えてください。チェンジゴールのジェイ。はい、レイ見てください。皆さん、山田さん元気ですか。皆さん見てください。絵を見てください。元気ですか。山田さんは、山田さんは元気じゃありません。山田さんは元気ではありません。はい、こういうふうに一番も作ってください。ヘリさん暇。ヘリさんは暇ですか。ヘリさんは暇ですか。皆さん見てください。ヘリさんは暇ですか。絵を見てください。ヘリさんは暇ですか。仕事がいっぱいですね。忙しいですね。ヘリさんは暇じゃありません。ヘリさんは暇じゃありません。はい、次進みます。ラムさんの部屋きれい。ラムさんの部屋はきれいですか。見てください。皆さん、ラムさんの部屋はきれいですか。ラムさんの部屋はきれいじゃありません。ラムさんの部屋はきれいじゃありません。はい、次進みます。ボカラ、有名。ボカラは有名ですか。ボカラは有名ですか。カシボカラ有名です。ね、リアルマジフェマスタイ。あば文章し、はい、作ってください、皆さん。ボカラは有名じゃありません。ボカラは有名じゃありません。はい、ここまで大丈夫ですね。
はい。おぎこじないアジェクティブ、ネガティブ、これからいいアジェクティブ。はい。皆さん、例を見てください。この携帯、新しい。この携帯は新しいですか？この携帯は新しいですか？この携帯は新しいですか？この携帯は新しくないですね。この携帯は新しくないです。はい。こういうふうに、池牛も、変えてください。ヘリさん、忙しい。ヘリさんは、忙しいですか？皆さん。ヘリさんは忙しいですか？どうですか？皆さん、見てください。ヘリさんは寝てますね。ヘリさんは、忙しいですか？はい、ネガティブにチェンジしてください。エリさんは忙しいですか？エリさんは忙しくないです。エリさんは忙しくないです。今ですね。今ですね、皆さん。はい、次進みます。皆さん、日本語優しい。日本語優しい。どうですか？日本語は優しいですか？日本語は優しいですか？日本語は優しいですか？優しくないですね。日本語は優しくないです。日本語は優しくないです。皆さん一緒に頑張りましょうね。日本語は優しくないですよ。はい。日本語は優しくないです。それは本当のことですね。はい。今日3次元は、日本語は優しくないです。はい。次。このコーヒー。暑い。このコーヒーは暑いですか？このコーヒーは暑いですか？このコーヒーは暑いですか？このコーヒーは暑くないです。このコーヒーは暑くないですね。はい。そうです。このコーヒーは暑くないです。はい、तपाईहरुले चाहिँ पहिला सुरुमा पिक्चर देखेपछि आफैले ट्राई गर्नु है मैले अलिकति पछि भनिदिन्छु सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले मैले भन्नु भन्दा अगाडि नै文章を作ってくださいね私が言う前に文章を作ってくださいはい次進みますはいまず例を見ましょう Yes or No ですねはいいいえの使い方ヘリさんハンサムはいヘリさんはハンサムですか？ヘリさんはハンサムですか？括弧の中に答えがあります。はい、ハンサムです。ヘリさんはハンサムですか？はい、ハンサムです。まず質問を作ってください。それから答えもしてくださいね。はい、ヘリさんはハンサムですか？はい、ハンサムです。中国のカメラ、高い。いいえ。中国のカメラ、高い。いいえ。まず、質問を作ってください。中国のカメラは高いですか？中国のカメラは高いですか？いいえ、高くないです。いいえ、高くないです。はい。いいえ、バネパチ、ネガティブマン、アンサーがのぼれんねんな。で、いいえ、バネパチ、高いパニ、ネガティブマン、がのぼれん。いいえ、高くないです。あはん、マンゴーチャイナ。はい。こういう風に、1番、2番もやってください。はい、どうぞ。1番、あのレストラン、静か。いいえ。はい、質問を作ってください。1、2、3、4、5。あのレストランは静かですか？あのレストランは静かですか？いいえ、静かじゃありません。いいえ、静かじゃありません。はい、次。会社の食堂、安い。はい。はい、2番お願いします、皆さん。1、2、
三、四、五。はい。会社の食堂は安いですか？会社の食堂は安いですか？答えはどうですか？はい、安いです。はい、安いです。はい、次進みます。3番、このパソコン、いい。いいえ、あまり。はい、あまりもない。あまりコストやんせてね、あまりたさい。はい、皆さん、3番お願いします。1、2、3、4、5。はい、質問を作ってください。このパソコンはいいですか？このパソコンはいいですか？いいえ、あまり。あまりあびちゃみ、アンサーキーガーション、ネガティブなんですよね。はい。いいえ、あまり良くないです。いいえ、あまり良くないです。はい、次進みます。はい、皆さん、4番お願いします。このカバン、便利。はい、とても。はい、4番お願いします。1、2、3、4、5。このカバンは便利ですか？このカバンは便利ですか？答えはどうですか？皆さん、とてもですね。はい、とても便利です。はい、とても便利です。はい、次進みます。ここまで大丈夫ですね。はい。じゃあ、これから例を見てください。N はどうですか？日本の地下鉄、便利、きれい。日本の地下鉄はどうですか？日本の地下鉄はどうですか？便利です。そして、きれいです。例に、日本の車、高い、いい。日本の車はどうですか？高いですが、いいです。はい。おべしまちゃみれ、そしてら、が、こういうじがれら、文章、ぼのね、すりまみこいしんぼのね、ですまち、がらつき、そしてらつさ、きゅうれら、みれらがおね。normally, そしてらがへんせん、あがりぐ sentence like continue れら、ポジティブに、あいこんちゃうね、パサリプに、てしぐり、が、まち、たかあがりぐ、パサリぐ、こらはるか、チェンズばいこんちゃい。はい。じゃあ、こういうふうに作ってください。はい、皆さん。先生はどうですか？皆さん。先生はどうですか？山田先生ですね。山田先生はどうですか？はい。だから、オプションやるのも流れプにアフェリポノのトライガルね。そして、あとはガーユーズガル。山田先生はどうですか？皆さん。アフの文章トライガルの、アフのセンデスボールトライガルのする前。1、2、3、4、5。はい。これから見ましょう。山田先生はどうですか？山田先生はどうですか？山田先生は親切です。そして面白いです。山田先生はどうですか？山田先生は親切です。そして面白いです。はい、次進みます。2番です。はい、皆さん、文章を作ってください。まず、質問を作ってください。それから、文章も作ってください。はい、1、2、3、4、5。日本料理はどうですか？日本料理はどうですか？はい、
あとは日本の食べ物ですね。はい。日本の食べ物。日本の食べ物はどうですか皆さん。はい。作ってください。まず自分の文章を作ってください。おいしい、高い。日本の食べ物はどうですか？日本の食べ物はどうですか？はい。日本の食べ物はおいしいですが、高いです。はい。日本の食べ物はおいしいですが、高いですね。はい。そうですよ。高いです。うん。はい。ここまで大丈夫ですね。はい。次進みます。はい。皆さん。3番やってください。まず、パイラスルバピッチャーマットレレラバナナドライブマス。はい。日本の生活。日本の生活。はい。皆さん。日本の生活はどうですか？日本の生活はどうですか？日本の生活はどうですか？はい、皆さん、日本の生活はどうですか？日本の生活は忙しいです。そして面白いです。うん、日本の生活は忙しいですが面白いです。チームさせ。日本の生活は忙しいですが面白いです。ビジーサイドンとろロマイルさ。はい。日本の生活は忙しいですが面白いですね。はい、そうですよ、皆さん。はい、次進みます。はい。はい、これからまず皆さん例を見ましょう。東京、賑やか、町。まず、質問を作ってください。東京は賑やかな町です。あ、質問じゃなくて文章を作ってください。ごめんなさい。東京は賑やかな町です。はい。ブラケットマイク、アジェクティブ、ぜ。ですら、ナイアジェクティブを寝かせるラクネ、イアジェクティブを寝かせるラクネ。はい。それを考えてくださいね。東京は賑やかな町です。はい、そうです。はい、次。東京駅、大きい駅。はい。東京駅は、どんな駅ですか？東京駅は、大きい駅です。はい。あぶ、いやじきまんだけり、あんべ、チンズゴのポラテナへ。はい、そうです。いい子、いやじきまんだけど、なおかたへり、大丈夫です。はい。なやじきまんだけり、東京は、にぎやかな町です。と、そして、いやじきまんの場合は、東京駅は、大きい駅です。はい、次進みます。はい、皆さん、TikTok はどんな会社ですか？皆さん、TikTok はどんな会社ですか？1、2、3、4、5。はい。TikTok は新しい会社です。TikTok は新しい会社です。はい。よち、いやじきぶら、きちんこのポールでない。はい、そうです。TikTok は新しい会社ですね。皆さん。グランディ病院、有名病院。はい、皆さん。グランディ病院はどんな病院ですか？グランディ病院はどんな病院ですか？ 1、 2、 3、 4。 はい、グランディ病院はどんな病院ですか？グランディ病院は有名な病院です。はい、有名な病院ですよ。はい、有名はなアジェクティブですから、グランディ病院は有名な病院です。はい、次進みます、皆さん。
皆さん、ここはどこですか？富士山ですね。はい、皆さん、富士山、きれい、山。はい、富士山はどんな山ですか？皆さん。富士山はどんな山ですか？はい、1。2。3。4。5。富士山はどんな山ですか？富士山はきれいな山です。富士山はきれいな山ですね。はい、私も富士山が大好きです。皆さんも好きですか？皆さんはどうですか？はい、次進みます。はい、4番、山田先生。いい先生。はい、皆さん作ってください。1、2、3、4、5。はい、山田先生はどんな先生ですか？山田先生はいい先生です。山田先生はいい先生です。はい、大丈夫ですね。ここまで大丈夫ですね、皆さん。はい、次進みます。はい、これから例を見ましょう。まず例を見てください。奈良、町、静か。まず質問を作ってください。奈良はどんな町ですか？静かな町です。ポカラはどんな町ですか？こんな町です。はい、こういうふうに文章を作りましょう。はい、皆さん作ってください。まず絵を見てください。ピクチャレラトバリキボノの作文さん。はい、どうですか？どんなアニメですか？皆さん。ワンピースアニメ。ワンピースアニメ。はい、質問を作ってください。まず自分で作ってください。はい、1、2、3、4、5。はい、ワンピースはどんなアニメですか？ワンピースはどんなアニメですか？はい、ワンピースはどんなアニメですか？面白いアニメですよ、皆さん。ワンピースは面白いアニメです。皆さんぜひ見てくださいね。私はワンピースが大好きです。大好きです。はい、皆さん次進みます。ワンピースアニメはどんなアニメですか？ワンピースはどんなアニメですか？ワンピースはどんなアニメですか？面白いアニメです。面白いです。はい、次進みます。はい、皆さん、ここはどこですか？知っていますか？ドリブバン大学。ドリブバン大学。大学。はい、皆さん作ってください。1、2、3、4、5。ドリブバン大学はどんな大学ですか？ドリブバン大学はどんな大学ですか？ドリブバン大学はどんな大学ですか？あ、皆さんちょっと待ってくださいね。皆さんちょっと待ってくださいね。ドリブバン大学はどんな大学ですか？はい。ビジネスとはどんな縁ですか？はい、皆さんごめんなさいね。なんか
ちょっと待ってください。皆さん、ちょっと待ってくださいね。皆さん、ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫です、皆さん。はい、ドリブバン大学はどんな大学ですか？はい、ドリブバン大学は有名な大学ですね。はい、ドリブバン大学は有名な大学です。はい。はい、次見ましょう。はい、皆さん、ここはどこですか？はい、皆さん、作ってください。ここは、スイスです。スイスですよ、皆さん。スイスです。スイスは、どんな国ですか、皆さん。はい。スイス、国。スイスは、どんな国ですか、皆さん。はい。まず、自分の文章を作ってください。はい。1、2、3、4、5。はい。スイス、国、綺麗。スイスはどんな国ですか？スイスはどんな国ですか？スイスは綺麗な国です。スイスは綺麗な国です。スイスは綺麗です。スイスはどんな国ですか？綺麗です。スイスは綺麗な国です。はい。大丈夫ですね。綺麗ですね。はい。次進みます。はい、これからまず例を見てください。例1、きれい、花を買いました。きれいな花を買いました。きれいな花を買いました。はい。Adjective 何 adjective だけり、こすり言うからね。いい adjective だけり、こすり言うからね。何 adjective だけりな、プラスなんちゃい。はい。きれいな花を買いました。はい。そういうふうに、一番も作ってください。はい。まず、はい。これも作ってください。一番。まず、自分の文章を作ってください。ペラアフの文章もない。ピクサーでレラアフリジーサーの文章を作ってください。センデスボムス。はい。皆さん、どうですか？1。2、3、4、5。はい。靴ですね。どんな靴ですか？皆さん。黒い靴ですね。靴を買いました。靴を買いました。どんな靴を買いましたか？見てください、皆さん。どんな靴ですか？黒い靴を買いました。はい。黒い靴を買いました。いいアジェクティブですね。いいアジェクティブは教えない。結論のポイントは、黒い靴を買いました。このままで大丈夫です。はい、次。はい、皆さん、これを見てください。そして、文章を作ってください。1、2、3、5、4、5。はい、皆さん、牛乳ですね。牛乳です。どんな牛乳ですか？熱いですか？
冷たいですか？はい。牛乳を飲みました。牛乳を飲みました。どんな牛乳を飲みましたか？冷たい牛乳を飲みました。冷たいですね。はい。冷たい牛乳を飲みました。はい。皆さん、できましたか？はい。横にいいアジェクティブ入れば、このままで大丈夫です。はい。冷たい牛乳を飲みました。はい。3番。はい。皆さん、3番です。作ってください。1、2、3、4、5。プレゼントですね。プレゼントを買いましたか？プレゼントを、あげましたか？もらいましたか？皆さん、自分の文章を作ってください。はい。進みます。誕生日にプレゼントをもらいました。あ、そうですか。誕生日にプレゼントをもらいましたか？どんなプレゼントをもらいましたか？誕生日にどんなプレゼントをもらいましたか？誕生日に素敵プレゼントをもらいました。はい、おべすく、正しい形はどうですか？ Right structure question, sir? はい、皆さん。誕生日に素敵なプレゼントをもらいました。素敵なプレゼントをもらいました。素敵は泣き押しですね。だから、素敵なプレゼントをもらいました。はい、次進みます。はい、皆さん、ここまで何か質問ありますか？ Key question, sir? エハ様？はい、皆さん、何か質問ありますか？稼いちゃいなわない。OK。はい、皆さん。今日はここまでです。I mean, next lesson 待ち。第9課のレッスン9の語彙を勉強します。If 何か質問があったら、キークイシンちゃんはね、コメントまたは、レッスンアプリンスクール、Facebook のページプンチャーとかでダイレクター、メッセージコーナーの方に作るんちゃう。はい、皆さん、If ずらないアムロビリアル、ラムロラギレイコチャ、エルフルラギレイコチャもね、いいねをお願いします。いいね、いいね、like、そしてシェアとチャンネル登録もよろしくお願いします。で、次は皆さんもナチュラルで、いいね、シェア、で、次はチャンネル登録、ガルディのバイクアウトライチ、皆さん本当にありがとうございます。皆さん一緒に頑張りましょう。はい、皆さんありがとうございました。今日はお疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ではまた次の動画でお会いしましょう。